どう？おいしい？はいです、たえ姉さんの料理はおいしいですよ。よかった。姫ちゃん、何か好きなものってない？ですですね、電気です。あら、やっぱりそれが一番なのね。乾電池のソテーとかアルカリ溶液のスープとかでいいのかしら。姫、給電機さんの方が好きですよ。やっぱり交流電源の方が生きがいいかしら。アンテナ、どこから生えているのか見てもいい？ストラップ触るとくすぐったいですよ。どうしたの、カズ？なんでって、父兄さんにコスプレして欲しかった？携帯ですよ。そうよね。どうやったの？そんなこと言われてもわかんないですよ。ねえ。です。姫、カズマさんのものですから、カズマさんと一緒にいるですよ。私はカズのものにはしてくれないの？反抗期かしら。どうしたの、カズ？カズのものなんでしょ？だったら何も問題ないじゃない。ああ、そうね。カズがそう言うなら仕方ないわ。はい。間違いが起こらないようにカズが自分でするんでしょ。何ですかそれ。姫はいつも通り机でお休みするですよ。
たいよ。失敗失敗。うん、芯を捉えたよ。ごめんね、カズコ。あれ、カズコがもう一人？おはようの中でプライベート写真同梱中。どうしたの？そんなわけないでしょう。そんな風にしたらダメですよ。嫌われ
私の言った通りだよ。カズって使い方乱暴だし、女の扱いはそれじゃダメよ。ほうはよ、おはひろ、おはいかはひろ、ふよへへれ。あと10分しかないわよ。うん、ああ、行こう、カズくん。サプリあるけど、食べる？カズ、姫ちゃん忘れちゃダメよ。走れないよ。ねえねえ、カズくん、あの子誰なの？携帯って？おはようございます。おはようございます。どうしたの？私の顔に何かついてる？手紙がいっぱいだね。うん、ひょっとしてホストちゃんかな？ホストちゃんなんて可愛く呼ばれたら照れちゃうよ。トウカだよ、トウカ。じゃあトウカちゃん、私ユミ、よろしくね。よろしくね、ユミちゃん。失礼だよ、カズくん。どっからどう見てもホストちゃんだよ。いいよいいよ、さっきも言われちゃったし。さっきって？7時20分頃かな、郵便回収のお兄さん。結構物分かりのいい人だったよ。君たち下宇佐宮学園の子？うん、お父さんとお母さんの子だよ。急がないと遅刻するんじゃないの？あと5分。
そちらのカズマさんに小づかれているところを何度もお見受けしていますから。はい、いつぞや足毛にしてくださった方ですよね。カズ君、そんなことしたの？遅刻してたんです。もう閉まっていたでしょ。雨つさえ私の顔を踏んづけていたじゃありませんか。ひどいよカズくん、早く謝った方がいいよ。いえ、私のことはいいんです。それより遅刻しているにもかかわらず、その事実を亡き者にせしめんとする行為が許されません。素直にそれと認めて先生方から懲罰を排除するのが。人の話は最後まで聞いてください。そんなことを言って、あと一本、たった一本早起きするだけで十分間に合うんですよ。今の予定じゃないよね。どうしよう。了解です、隊長。さすればおしゃべりするだけの余裕もありますし、走らなくても全然って聞いてますか？皆さん、おはようございます。きっと朝ごはん食べてこなかったんだよ。ユミは部屋に…ユミさんの悪口を言うな。有川あとりさんです。
有川さんは家庭の事情で転校してきたので一人で住んでいるそうです。へー、なかなかできないよね。ですから皆さん仲良くしてあげてくださいね。あんたらに警戒してたり。おかしい、俺様以上の紳士がこのクラスにいるはずが。一撃くんは怖くないよ。ユミさん、本日から転入です。仲良くしてくださいね。席は椿ちゃんの後ろだね。そうなの？よろしくね、あかりちゃん。ああま、まぶいぜ。弱い乙女をいじめる貴様は鬼だ。小寺、私も乙女なんだけど。ユミさん、あいつあんなこと言ってますよ。ダメだよ一撃くん、みんな心は乙女なんだから。カズマ、お前だってバカにされてんだぞ。
かないと席埋まるぜ。ダメだよカズくん。チチチ、カズくんはおとなしく私の弁当を食べるんだよ。怪しくないよ、大丈夫。あのユミさん、俺様の分はないよ。冷たカズくん、お弁当食べてってば。ないよ、本当に心から食べてもらいたいんだよ。拒否権はないんだよ。お前ってやつは。泣いて笑う生き物だ。うらやましくねえや、キシャた、たまにはね。ほら、私って家庭的だし。一撃様を侮るなよ。よこせ、残りの弁当。
私の分まで立派に育ってね。カズマ、ご賞だ。私のお弁当とどっちが好き？うわぁ、カズくん見損なった、たった今。シクシク。カズマ、貴様、ユミさんを泣かせやがって！褒めてないって。何？いい子いい子、一撃くんは良い子だよね。ユミさん、だから人参食べてね。おかずの本は
校内暴力はご法度です。持病の尺が